2022年度の JR 東日本ホームドア整備計画が変更されました。JR 東日本は今日17日、2022年度のホームドア整備計画を一部変更すると発表しました。JR 東日本では線路内への転落防止対策としてホームドア整備を進めています。2010年に山手線恵比寿駅に初めてホームドアが設置されて以降、整備が進められています。2023年1月現在、94駅186番線にホームドアが整備されています。2022年度は、日暮里駅、飯田橋駅、武蔵溝の口駅、上戸駅、府中本町駅、八保駅、立川駅の7駅の整備が予定されていました。しかし、世界的な半導体不足の影響により、ホームドア整備に必要な部材の調達に遅れが発生したため、計画を一部変更することとなりました。南武線武蔵溝の口駅と上戸駅の2駅の整備が延期されます。代わりに、横浜線矢部駅と小淵駅の整備計画を前倒し、2022年度の稼働開始を目指します。JR 東日本では、今後もホームドア整備が進められます。2031年度までに、首都圏330駅758番線のホームドア整備が完了するということです。これで、1月17日の KAB ニュースを終わります。